どうも、ノブキックスこと千田信之です。今日はね、久しぶりに商品が届いたので、商品のレビューをしていきたいと思います。どうも、YouTuber です。ツイキャスターしかも入ったバイク、インスタグラムも始めました。動画が投稿系俳優、ノブキックスこと千田信之です。フィリカン、沖縄生まれ、大阪から出てきて14年、俳優目指して YouTuber。一体あなたどこ行くの？はい、今日何が届いたかっていうとこちら、アマゾンからね届きました。ちょっとまあね、もう何が何だかっていう感じなんで、まあ、タイトル見たら大体わかると思うんですけどね。とりあえずあれしていきましょう。オープンしてね、ちょっといきましょう。見ていただきたいと思います。重いんですよ。で、箱の中にまた箱があります。これさあ何だと思いますか皆さん。これでね、僕の撮影もう少しだけまたパワーアップするんじゃないかなと。ノブキックスの撮影が、YouTube 動画がね、より一層少しパワーアップするというものでございます。で、今回ちょっとビデオカメラをね、今違うの使ってるんです。これを今まで使ってたんですけど、ちょっとこれ調子が悪くなってしまって、今日修理出すんですけど、ちょっとね、修理出す前に何かもう他に。よーし、撮ってしまおうということでね、買いました。今回買ったのはこちら、わかんないかな、マイクスタンドです。マイクスタンドマイクスタンド買っちゃいました。これね、こういうマイクスタンドがありまして、ちょっと組み立ててみましょうか。こういうね、こういうのがあって、これね、これをキュル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 と、キュル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 と、キュル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 と回しますね。ほら、なんでこういうのを買ったかっていうと、最近ゲーム実況とかするじゃないですか。で、ゲーム実況とかに音をね、ビデオカメラの音声とか、そのこういうパソコンのね、今パソコンで撮ってるんですけど、パソコンの音声を使っちゃうと、なんていうのかな、いろんな音を吸収しちゃうんですね。あれ、これどうすんだろう。いろんな音を吸収しちゃうので、その音を、これどうすんのこれ。これこう。いけてる？いけるかな？これできてるのかな？いろんな音を吸収したくないので、ちょっとマイクでね、綺麗な音を取りたいなっていうところがありまして、このやつ、これをね、購入して使うわけですよ、これから。ほら、伸びるはい、できました。これマイクスタンド。さあ、マイクスタンドだけを買ってもしょうがないと思うがちだと思いますが、一応ね、マイクもあるんですよ。あ、前ちょっとだけ見せたことあるかな。マイクもあるんです。じゃん！マイクも実は用意しています。で、このマイクがあるので、このマイクを、どう使おうかなっていうところですよね。パチッと。で、前ね、これ、マイク2買おうと思って。あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか。マイク2買おうと思ったら、これ、ジャックがね、これ、太い。これどこに刺していいのかがわからないっていうところがあったんですが、それもね、これ前回ヨドバシ行った時にね、ちょっとオーディオコーナー行って買ってきました。これパチッと、これで多分いけるはずです。これでマイクいけるんですけど、とりあえずマイク音取ってみましょうか。うん、どうやって取ったらいいのかな、ちょっとじゃあ音を変えてみます。はいはい、取れてるのかな。これ一応今マイクで収録しています。これマイクで収録している状態です。どういう音を聞こえてるのかがちょっと僕もまだ定かではない、わからないんですが、ただちょっとだけ響くような感じはするかなっていうところですね。音的には今まで出てきてた音がこっから聞こえるわけでもなく、こう喋ってる、ここで反響してるので、もしかしたらうまく撮れてるのかもしれないし、その店員さん曰く
取れてないかもしれないというところがあるんでね、まあ、どういう風になってるのかちょっとわからないんですが、今有線になってるんでね、どうなってるのか本当にわかんないですけど、この音を聞いてみて確認してみたいと思います。はい、無事取れてましたね。今はマイクじゃないです。今マイクじゃない、 PC のね音を使っていますが、マイクでもね綺麗に取れてました。綺麗に取れてたというか、まあ大きめに取れてたので、ちょっと割れ気味になってる部分があったのかなっていうところはありましたけど、まあ綺麗に撮れてるんじゃないかなと思います。まあ今後ね、こうやって今飛行機の音とかも少しちっちゃくなるかな、あの僕の声だけが前に届くようになると思うので、このマイクの調整でねうまいことできるんじゃないかなと思います。今日新しい道具がね入りましたよっていうご案内、ご案内なんて言ってんだ、ご報告ですね。ご報告でしたという感じでした。マイク、これからね、これでゲーム実況とかいろいろやっていきたいと思います。本当はね、こうなんか、風貌のやつも買いたかったんですけど、うん、もうちょっとだけ、これで一回試してみて、それでもなんかちょっと違和感があるなと思ったら、そういうのも使っていきたいなって思ってる、ノブキックスこと、千田ノブキでした。なんか顔痩せてきたね。やっぱダイエットの効果が、少し出てきてるんじゃないかなと思います。ノブキックスこと、千田ノブキでした。じゃあ、これからは、マイクちゃんと一緒に頑張っていきたいと思いまーす。ああ、忘れた。この動画がいいなと思ったら、別にね、この動画がいいなと思ったらですね、よかったら、高評価と、チャンネル登録、まだチャンネル登録お済みでない方はね、チャンネル登録していただければなと思います。じゃあ、また一生懸命頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ノブキックスこと、センターノブイキでした。じゃあ、また!トゥーニーラップ!